どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さあやっていきましょう。練習だけでプロ入りできるのか検証動画でございます。これ見てて思ったんですけど、精神おそらくだ、まあ、今は精神ポイントかなり溜まってるんですけど、おそらくこれからあの選手を作る上で、あの精神ポイントの、不足はもう免れない、絶対に不足するということなんで、ちょっとこれからはそれを考えてやっていきたいと思います。まあそんなことを言っていきましょう。肩これ結構な経験値もらえるんじゃないだろうか。まあでも最初はそんなもんだよね、33、34あたりで。まあいやいや、でこれで何か特殊の骨伝授、さあこれですよ。あー基礎能力アップね。まあいやいや、で買い出し、はい財布、あはいこれですよーと。あモテモテだから女の子が来てくれるのは僕としてはありがたいですね。やったやった。え、はい、バイトはしません。出たこれ。やんちゃな女の子たちになるとモテモテを選ぶから、ここは男たちかな、やんちゃな男の子たち。はい、たむろってんだよな。空き缶で何をする。あーこれもあの軍道さん見た感じでも最強だもんな、目が。あブルプ目っていうかもう感じが雰囲気が違いますもんね、明らかに他の連中とは。さてさて、できるだけ早く友沢くんのね、ちょ評価を上げていきたいので、ここはもうとりあえず、ちょっと。うん。あ、点線弱点。あ、そうか、これで、実を言うと、一人じゃ食べきれないだろうで、これ回復するはずだしか。まあ、途中で、多分、この、やつは切るのかなっていう感じですかね。さ、疲れ取れて。お、結構回復するな。食事に誘う。お金、あるよね。2000円しかないってのちょっと気になるけど、まあ、いいや。まあ、キャプテンとして頑張んないと。2000円しちゃった。あ、ゼロになっちゃった。まあ、いや、体力回復したなら OK だわ。これ誰だこれ。石木くんってさっきが気になるんだけど。運動さんのコツでも手に入れますかね。あ、でもさ、守備。危ねえ、今、早くメンタル練習することだったよ。そんな企画倒れあるかって話ですよね。え、はい。帰って休むかなと。彼氏。声をかける。モテモテだからこういうのは、かなり、そうだよとだけ言っておくと、いい感じな雰囲気になるんじゃない？きっと。モテモテ持ちっていいな、なんか。ハイボールヒッター。まあ、これからかな。で、それで MVP、間違えない。ちょっと、舌が回らないんですよ、最近。申し訳ない。追いかけてみようぜ、と。えい。なるほどね、いろいろ。そう。怒り進むとして頑張ろうぜ、みたいな。怒り守るの弟じゃなくて、いい言葉だよね。ですね、そうだね、肩ちょっと上げますか。とりあえず、じゃあ、オールいいぐらいにはしておいて、まずは。で、補給はもう上げないです、これからは。ちょっと上げると明らかに効率が悪いと言いますか。厳しいものがあるのでね。はい。お、いいね、結構100とか手に入って。これ美味しいわ。で、それで、よ、はい、スペシャルタックトレーニングができるようになったよ。ごめんなさい、ちょっと滑舌がどうも悪くて、だからもうちょっと、片言になってでも喋ろうかと思いまして。うい。片言って日本人なのに何が片言だって話だよね。うい。そして、全員集合。あ、練習機材。これで、レベルが上がるのはありがたいですわ。最大マックスにしたいな。肩練習。最大マックスってなんだ？まあ、いいや。あ、回復。よし。結構、ペースとしては、いいですね。あ、ここは、一人で初詣に行って、ここは健康に過ごしたいですね。これで、体力の上限を上げる。ということで、おみくじ引きます。うん、このペースは、あ、いいね。大吉。いやー、これは運いいぞ、かなり。今のところ。とりあえず、理科先生を、ちょっと、相棒と言いますか、ちょっと同じグループに入れたのは正解でしたね。同じグループってか、チームに。チーム？まあ、なんて表現すればいいんだろうね。とりあえず、じゃあ、ミートシーンにしときましょうかね。意外といい選手できんじゃねえかな、これ。ただ、絶対精神ポイントきついんじゃねえかなとは思うんですけど、まあ、それはおいおいでしょうね。じゃあ、ここは、ヒョウくんのコツでもらいましょうか。うん。足爆弾来た！これ恐れてたんだよな、俺。足爆弾。まあ、多分、肩練習だから大丈夫だと思うんだけど、爆発したらやばいですもんね。今のシーン直しときますか。うん。いるかな？まあ、リカさんのちょっと、スキルが発動、あ、できるね。やっていきましょうか。あ、でも体力も回復するから、だったら疲れた時にやった方がいいっすよね。考えてみれば。はい。ふすむくんの肩アップ。まあ、まずは肩練習のレベルを上げるの大事ですからね。お、めっちゃ回復するんな。
意外とでも回復なしでもいけるわ、あ、そこそこいけるはいけるんじゃないかなって思うんですよね、こうやってやってると。うん、あの選んだやつが良かったって感じですかね、本当にちょっとキャラ、あのキャラクター的な面で言うと。うい、このあの本当あの朝早起き弁当がすごい効くんですよ、いい具合に。だ僕としては非常に助かってます毎回。あ、それ練習やっていこうかな。爆弾が影響しないこと、よしよしよし、はい、ありがとう。パワーヒッターのコツ、あ、はい、この手紙を、あ、あ、なんだ俺、あ、使いっぱしりかよ。じゃあここら辺で、あ、待った、犬入ってきた、待てーっていう。でもこれ疲れないのはありがたいですよね。今までのだったら疲れた上でさらにあのやる気も下がったりみたいなパターンなのかもしれない。さあ行きましょう。おい、理科先生見せてくださいという、足爆弾直して、おい、めっちゃ回復する。いや、リカさん嬉しいな、こういうことしてくれると。そして肩練習と。まさか2度連続で怪我しないよね、大丈夫だよね、ちょっと不安なんですけど、まあいいや。それで受け入れた方がいいな、これは基本的に。うん、技術ポイントが欲しいし。お、審議隊練習してるじゃないか。一緒に練習、自主練習しようと声をかけておくと。うん、確かアンダー製造機だったかな、これうまくいくと。やる、体力差がのきついな。まあ、これぐらいだったら軽いんですけどね、正直。そうですね、パワー A にしときましょうかね。あと弾道も、あ、弾道、あ、いっか、はい。精神ポイント結構使うけど、まあいいや。で、あと総力。結構良くなってきましたね、それなりに。で、練習して、肩誰もいないか。だったら今のうちにでも肩でもやっといて、評価も上げたいし、あるいは、あ、チョコ、あざーす、やる気上がんねえのかいって話だけど。ノート買わない。でも実力でできなかったー。一定確率だからね、これ残念ながらできませんでした。さてさて。どうしようかな。ここは、また肩練習かな。肩練習のレベルを上げていくしかないですよね、しばらくは。おーしゃおしゃ、いいよいいよ。友沢くんのこれ、あの、居残り練習は非常に助かると言いますか。そんな感じで、やっていきたい。肩練習アップいいね。そして、あ、保健医のお誘い。あー、わかってんだよ、回復で。結構いいな、これ。あ、そして疲れ、あ、疲れたまんのか。まあ、やる気上げたいな。でもやる気、いや、遊ぶが、遊ぶ禁止してるから。まあ、いっか。なんとかなるでしょう。じゃあ、一応精神ポイント。よいしょ。技術ポイントめっちゃ溜まってんな。すごいや、これ。一応、守備力 D にしておいて。で、これで、練習に臨めば、試合に臨めばいいんじゃないって思うんですけど、結構、いい選手できてきましたよね。この感じ。僕としてはかなり、ペースは悪くない感じですが。さあ、そこで、天才弱点。そうだな。これやる気上がればいいんだけど、どうだろう。うん。特には、そっか、弱点とは言えないって言ってしまえば確かやる、何が上がるんだっけ、これで回復すればいいけど、明日ね、よしよっしゃ。体当たりのコツ、まあいいや。ここでとりあえず、イベント切りましょう。一度。で、アルバイトなしで。お、これ正解すればいいはず。肩練習。おーし、上がった、いいね。よかった、当たったよ。さあ、そして、風薙くんのコツをさらにもらっておきましょう。もらえるものはもらっておくぜっていう感じで頑張っていきまーす。そして、能力アップ。まあ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 、来そうだよな、基本的に。あ、来た。腹が減ってや、なんとやら。これ確か、そうだな、小料理屋行くっていう話になって、クーポン券。これで行くと、体力なりなんなり、やる気も上がったはずなんだよな、確か。この3人は。しかし、すごいメンツですよね、これ見た感じ。どうだこれ。あー、ダメだ、回復しなかったか。やる気上がって欲しかったんですけどね。上がんないんじゃ仕方ねえや。しかし、こうやって見ると結構上がりそうですね。それなりに。それなりに行くな、これ多分。あー、まあ、一回一つぐらい。よいしょ、間違えた。とりあえず練習で、肩練習上げるか？メンタルやりたいけどできないもんな。技術ポイントがどこまで足を引っ張るかですよね。ぶっちゃけ。練習メンバー、私は？ベンチスタート。あそこまで頑張ってベンチスタートか。こんな練習しかしてないのに？もうバイトばっかやってたあのとこ、あの頃とは違うんだぜって話ですけど。あ、そう。マジか。あ、もう頑張って。キャッチャーのコツ。まだ大事だ。そして、これで、ついに大学。中、大学の練習試合ですね。これは、能力アップして次回ですかね。パワーが A だからホームランは打てると思うんですよね。問題はないはず。一応肩 B にしときますかね。それ相応にいい選手できそう。ただ、精神ポイントを使う、守備、補給、ミートはどうしてもちょっとでやりづらいのかなっていうところはあります。なんか特殊能力手に入るかな。
あ、めっちゃ、アベレージヒッターゲット。パワーヒッターゲット。もうすでにっていうね。で、こんなもんかな。とりあえずは。早急やっても仕方ないしな。まさかこんなにコツがたくさん手に入ってたと思いませんでしたね。というわけで次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。